はい、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、前回の続きですね、スーパーファミコン版ダービージョッキー騎手王への道をプレイしていきたいと思います。さて、前回ねプレイしたんですけど一勝もできませんでした。そしてね、続きを取ってほしい方がいたらねコメントくださいみたいなことを言ったと思うんですけど、一人の方からね続きをやってくれと、まさかそういうコメント来ると思ってなかったんですけどね、せっかくなんで一生ねするまでプレイしていきましょうね。うん、まあ、サクッとねクリアします。障害成績、12戦0勝、2着3回3着4回と、まあね構想はしてるんですよ。ただね勝利にね手が届かないんですよね。さて行きましょう、初勝利を目指して。もう今日ね、ウィッポの方を取ろうかなと思ってたんですけどね、おそらく取れないと思うんで申し訳ないです。うん、チャンピオンジョッキーもやりたいんだけどね、安田記念がねあると思うんで、桜地トセオのね、これはね差しでいきましょうね。うん、これローテとかね全く決められないみたいですね。メジロマックイーンをねおテーマにしてもね、ダート重賞とかに調教師が勝手に走らすらしいんですね、これね。今そういう競馬ゲームがあったらね、本当に即日売却しに行きますよ、僕は。うん、さて、あ、ヤマニフォックス、これ実在馬ですよね。これ乗りましょう。乗ります。コメントの方でね、アドバイスの方も聞きましたんでね、うん、勝てるんじゃないかなと思うんですよ。先行できましょうね。乗ります。はい、さて開催日へ。差しでもね、追い込みでもね、なんかね先行させたらいいらしいですね。そして、ね、300m ぐらいでスパートして抜け出して、後方はねファミリージョッキーのように邪魔してね進路妨害して進路を塞ぐっていうね攻略法があるらしいんですよ。これチャンスありますよね。行きましょう、先行させましょうね。差し馬ですけど、よし、これスタートの仕方がよく分かってないんだけどね、これ先行させたいんだけど先行できないけどななんか逃げ馬に近づいていってやっぱ難しいね、これのゲームね。うん、コメントでは簡単そうに感じるんだけどね、攻略法を聞いた時はね、ちょっと分からないな。この辺りで行っていいと、無知を3発入れると、それでそのまま進路を塞ぐと。あ、勝ってしまいましたマジですか、マジですか、これ今回これで終了でいいですかねもうちょっとやりましょうね、せっかくなんで。ヤマニンフォックス発想じゃないって、まあいっか、うん、2500m 長距離ですね。まあ、これもね先行させてね、あ、ちょっと見てなかったあんなに楽に勝てるとは思ってなかったな。これあんまりね長距離ですからね、ゆっくり行きましょうよ。だから 300m からスパートして無知3発入れてそのまんまで行けるってねコメントでアドバイスいただいたんですけど、その通り乗ったらね簡単に勝てましたあんな簡単に勝てるとは思ってなかった。だから勝ち、これゴールかと思った一周目でゴールかと間違えた。たまにいるそうですね、馬が一周目をゴールだと間違える馬っているらしいですからね。ジョッキーが間違えたらいかんなぁ今日はね甥っ子一家のねウサギが来てるんですよ。ポポって言うんですけどね、なかなか可愛らしくて。ただウサギはねやっぱり猫とかに比べたらねやっぱり頭悪いなと思いますね何考えてるかわからないっていうね。僕は猫派、犬派かというと猫派ですね。ちょっと早いって、バテてるねこれ、ハイペースだったんでしょうか、ちょっともうバテてますこの馬まあ、ね、この辺りねやっぱりハイペースで
逃げたら垂れますね、うん、長距離の方がね難しそうな感じがしますね、うん、さてこれもね先行させてね勝ちましょうよ。これ 15.4 倍ですね。そんな人気はないと発想。スタートに気をつけて集中。よし、いい感じで、これでね番手で折り合いをつけるということなので、なかなかハイペースで逃げてんね先頭の馬は。300でムチ3回ね。これでいいんじゃないでしょうかね。なかなか折り合いついてるんでね。全然伸びないんだけど、やっぱこれもペース早いんじゃないかな、うん、ペース早いような気するな。まあでも、ね、人気通りですよね、うん、いい騎乗できたんじゃないかなと。そういうわけで、ね、今回これで終了しますね。一勝できたんで、目標は達成できたんで。ただねこのゲームね、僕いまだにセーブの仕方が分かってないんですよね。これあのレトロフリークでやってるんでセーブしてたんですけどね、このソフトセーブの仕方が全く分からないというね。これね選べるんですよね、関西か関東かね、まあ、関西にしてどこでセーブするんですかねこれね。スタートボタンからセレクト、ちょっとねこれセーブないんですかね。そんなことないよね、説明書がないんでね、カセットだけで買ってきたんで、うん、まあ、というわけでね今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。